今日の達人の道は、日本の伝統和太鼓を作る青年。本日は太鼓作りの達人。生島博士達人の道、今日の達人は愛知県岡崎市。町の中心にそびえる岡崎城に代表されるように、徳川家康の生誕地、愛知県の中央部に位置する岡崎市は経済交通の要所、全国的には八丁味噌の産地として知られています。ここ岡崎にある三浦太鼓店、全国から注文が殺到する注目の和太鼓作りをしています。それを担っているのが三浦和也さん。6代目弥一を襲名した三浦和也さんにお店の歴史を伺いました。慶応元年、初代が、三浦弥一という名前で、おりまして、まあ、その名前を代々受け継いで、させていただいております。6代目は父である5代目と共に日々太鼓作りに精進しています。三浦太鼓店ではどのような太鼓を扱っているのでしょう。種類もたくさんあるし、大きさもいろいろあるし、使い方だったりとか使う場所だったりとかっていうのもすごくたくさんありまして、現代は2つの大きな柱がありまして、で1つは、伝統芸能で、伝統芸能っていうのは地元のお祭りだったり、まあ、神社だとかお寺だとかっていうところで使われている、まあ従来の本当に昔ながらの太鼓。もう一つは、最近もうここ数十年の世界なんですけどね、舞台演奏用っていうか、そういう伝統的な使い方とはちょっと違う、まあ、楽器としてというか、舞台で、まあ、いろんな演出とかいろんな人の楽、太鼓以外の人たちと一緒にこうアンサンブルしてみたいなところで、需要がそういう全く二分化しておりまして、でそれぞれにそれぞれの、太鼓に対する捉え方が違うというような形になってます、はい、うちも僕の代の一つ前、親父、まあ、今親父もやっておりますけど、親父の代まではその伝統芸能の地元の地域の仕事しかなかったんですね。で僕がこの仕事をやるようになって、まあ、そういう現代的なニーズっていうのも、少しずつこう広まってきて、まあ、そんな中で、そういう伝統芸能っていう部分だけじゃない、その現代的な部分っていうのを少しこう広めてきたというか、はい、太鼓の世界に身を投じる前、和也さんは一般企業に就職します。どういう経緯で6代目になっていくのでしょう。19の時にこの仕事をつきまして、で仕事をやり始めて、まあ、5年ぐらいした時にですね、まあ、当時は、僕も太鼓作るだけだったんですけど、まあ、今は実は太鼓作る以外にも僕自身も演奏を少し、はい、やらせていただいてまして、でどうしてじゃあその演奏をやるようになったかって言いますと、その太鼓って、まあ、道具もあるし知識もあるし、まあ、代々続いているので、まあ、親父から、作り方、ノウハウっていうのを教えてもらえば、まあ、太鼓って言われる形のものは作れるんですけど、この和太鼓っていうのは、美しいものが作れればゴールっていう、まあ、そのなんていうのかな、工芸品みたいなものとちょっと違うところがありまして、やっぱりその先にあるのは太鼓、やっぱ音ですので、その自分が作った太鼓がじゃあどういう音がするんだろうっていうのは、これはいくら綺麗なものが作れてもわからないですね。これやっぱ叩いてみないとわかんないと思って、あ、これは自分自身がやっぱりそういう世界、叩き手の気持ちをわかるには叩く方に入らないとダメだなと思って、まあ、自分自身そういう責任を持ちたい、自分の作る太鼓の音にこう自信を持ちたいなと思って、演奏活動を始めたんです。6代目が主催する和太鼓ゼロ、太鼓作りに大きな影響をもたらしてくれた大切な団体です。この、ね、ゴールデンウィークの最終日という忙しい中、遠くはですね、今日は
関東方面、東京から、ね、来てくださってる方とか、西は広島からわざわざですね、太鼓を通して何か伝えたいと、そういう思いが強くあり、日々練習や演奏活動をしているんですけど、自分自身が叩くことで、まあ、こういう太鼓欲しいのにな、ただこういう太鼓が欲しいだけど、今の時代のこの太鼓の世界を見渡してみると、まあ、ないんだなっていうのを、まあ、自分自身がやることで気づいて、でそういうのを、まあ、自分が欲しいから作ってみたみたいなところがありまして、自分たちが演奏することによって、お客さんの気持ちが分かり、そういう時代のニーズに合ったものづくりっていうのが、まあ、結果的に広がっていくきっかけになったのかなっていうのは思ってます。女性専用の和太鼓も制作、女性が優雅に太鼓を奏でる姿をイメージ、雅な和紙で装飾しました。肩紐ではなく腰紐にすることで体への負担が軽くなるそうです。職人の太鼓作るのも日々のね、積み重ねというか修行でこう高めていくものと同じで、やっぱり演奏っていうのも経験と、まあ、修練の積み重ねで、これから、まあ、どちらもこうね高めていければなというのは思ってます。達人の道、太鼓作りの達人。江戸時代から続く和太鼓製作の過程に生まれ、幼い頃から和太鼓を身近に感じてきた青年、父の背中を見て和太鼓の世界をどう感じていたのでしょう。親父の時代っていうのは、非常にその厳しい時代、業界、太鼓業界として非常に厳しい時代っていうのは何かというと、親父の時代は本当にその今みたいに、楽器として使うっていう、まあいわゆる創作太鼓の世界でいうと創作系和太鼓って言うんですけど、そういう創作系和太鼓っていうのが全くない時代だったので、っていうと、じゃあどういった方がお客さんだったかっていうと、もう本当に地元の、お祭りだったりとか、地元の神社お寺仏閣の、方々のお仕事をさせていただいてたんですけど、地元のその使う需要ってすごく限られてる世界であったので、仕事そのものがやっぱり非常にない。でその中で生活そのものがこの太鼓屋だけではできなかったんですね。なので親父の時代っていうのは、実は親父は平日はサラリーマンをしてました。で、土日にこの太鼓屋の仕事をかろうじてつないできたと、そういう時代だったんです。昔から時期になると来てくださるお客さん方もちょくちょくいらっしゃって、でこの辺り伝統的な太鼓っていうのがお祭り、祭り囃子の太鼓があるもんですから、でそういう方たちのために、そういう方たちのことを考えると、自分が辞めたら迷惑かかるなっていうのは思ってまして、まあどこまで続けていけるかわからないけれども、自分が途中で太鼓屋を辞めるということはせずに、ずっと会社勤めながらかもしれないけれども、まあなんとか自分の代だけは続けていこうかなっていう、そんな思いでずっとやってたんですよね。まあ、僕ら世代の、若者というかですね、僕らの時代っていうのは、その同世代の友達とかも、僕自身もそうだったんですけど、将来に対して、大きな夢とか目標っていうのが、まあ、自分自身はなかったんですね。まあ、周りの多くの友達もそういうの持ってる子は少なくて、で、みんなが なんとなく進学するから進学して、みんなが就職するからなんとなく就職してっていうところで、僕も、まあ、この太鼓屋っていう
家業はあったんですけど、そういう後を継ぐっていうことはその時代には考えられなかったので、まあ、そこで就職するんですけど、その時に初めて社会に出た時に初めてそこで自分の将来っていうのを向き合ったっていうか、そこで初めてこう突きつけられたといいますか、初めて考えるっていうことをしまして、会社を辞めるそのなんていうのかな、言い訳として親父に太鼓屋の仕事を手伝うから会社を辞めさせてくれないかということを頼んで入ったのが、実は僕のその太鼓屋に入るきっかけだった。正直当時は、太鼓のことなんて何にも興味なかったし、まあ会社を辞めて、少しずつ親父から仕事がなっていくんですけど、ただただ教えてもらったことをなんとなくダラダラとやってるっていう、そんなもう今から考えるとなんといういい加減なことなんだというようなきっかけで入ったこの世界なんです、はい、親としてこう喜ぶというよりも、伝統的な仕事をこれからも続けていけるのかなという喜びの方が大きかったですよね。まあ初代がこの地で太鼓屋を始めたのが1865年でして、まあ今から150年弱になるんですけども、その仕事をまあ代々受け継いでこの地でやってきたわけですから、できればこれからも続けていきたいという思いはやっぱり自分にもあったわけですよね。すぐ仕事に関わるやつはもうそのまますぐ仕事に関わりますけど、はい、すぐ仕事にかからないとやっぱり皮ですから、動物の皮ですから腐ってきちゃうんですよね。あの丸めてある一本が牛の皮一等分なんですよ。削る刃物は、ああなるほどなるほど、削らずにちょうどいい厚さのものを用意するとか、そういうことも考えながらやってるんですよ。あと親父自身に対するその考え方というところがまず一つ変わったんですね。やっぱり仕事一緒にするようになって、あ、親父ってすごいんだなっていうのを改めて感じて、まずそこで親父をまあ尊敬するようになるんですけどまあすごいなと、まあ、そういうのも大きな経験だし、また太鼓でいうと修理で入ってくる古い太鼓っていうのがあるんですけど、まあ、そういうところに、まあ、古い太鼓の中にはですね、その作られた当時の年号だとか誰が作ったっていうのが、まあ、必ず書かれるものなんですけど、まあ、蓋を開けてみると、自分のおじいちゃんが作った太鼓だったりだとか、まあ、さらにその前だったり正代が作った太鼓っていうのにも出会えるきっかけがあったりするんですけど、まあ、そういう時にこの仕事に対する誇りじゃないですけど、やりがいみたいなところが、まあ、いろんなことをきっかけに感じられるようになってきて今につながっているのかなっていうのは思います、はい、教えるって言ってもね、この仕事はね、手取り足取り教えるという仕事でもないんですよね。だから見本を見したら、あとは自分でやってみろっていう、そういう世界、自分の代だけはなんとかこう続けていきたいというそういう思いでやってきましたから、そんな中で、まあ、息子がこうやってくれるということになれば、まあそれも将来の不安はもちろんあるんですけど、私の代だけではなくてそこから先も続いていけるのかなっていう、そういうところでのこう、まあ何ですかね、喜びっていうかね、よかったなっていう思いはね、やっぱその時ありましたね。太鼓屋の仕事を昼間やりながら、まあ、1年目は正直給料もらえなかったので、ゼロの中で、アルバイト、夜はずっとアルバイトをしながら、生活をしておったんですけど、親父に太鼓屋やりたいって言った時に、まあ一応聞いたんですよね。これで僕は生活していけれるのかと、どうだって、大丈夫だという答えが親父が大丈夫って言うんだったら大丈夫なんだなと思って。
人の道、太鼓作りの達人。150年という歳月太鼓作りをしてきた一家、5代目である父と共に6代目として後を継ぎ精進している青年。この三浦太鼓店の和太鼓を叩いているのが和太鼓グループ SAI、 プロとして活躍する番組でもおなじみの和太鼓集団です。三浦太鼓店の太鼓をたくさん使って多くの楽曲を発表している SAI、 このように叩いている和太鼓は三浦太鼓店で5代目6代目が制作したものです。2012年に僕らがプロとしてやっていくためにしっかり太鼓を買い揃えようってなった時に、僕がまだ名古屋で働いてたので、そこでいろんな方にお聞きしたら、皆さん三浦太鼓店がいいよっておっしゃってくださったので、それで知りました。2013年の1月に毎年三浦太鼓店さんがされている東京での展示会がその時もあったので、そこにちょうど他のメンバーを連れて行って、それでみんなで見て太鼓の音も聞いたりして、それで選ばせていただきました。その後3月に何人かで伺って、で太鼓の作る最後の仕上げとかもちょっと手伝わせていただいたりとかして、もう本当に楽しませていただいて、もうその時はたくさんの太鼓を僕らのものになるっていうことで、すごいみんなで感動しながらの日々でした。まず目についたのが大きい、うちでも使わせていただいているサブロクという大太鼓、それとあと 2.4 尺の桶胴太鼓を、置いても担いでも叩けるっていうことを体験させていただいて、僕自身そんな叩き方もあるんだっていう、今まで見たことがないような叩き方でしたし、あの大太鼓に関してはいずれ祭で大きい大太鼓が欲しいと思ってたので、その展示会行かせていただいた時にこれだと、運命を感じました。太鼓を作る、手作りで作るっていう現場自体に僕自身行かせていただいたことがなくて、初めての経験だったので、すごいなんていうんですかね、太鼓の魅力の本質を知れたというか、本質に触れられたっていうのが今の僕にとってもすごくいい経験になってますし、あとは音に関しましても、こうどういう音が出したいっていうものを和也さん、あと5代目さんに相談しながら一緒にチューニングさせていただいたので、すごく今でも納得のいくというか満足のいく音の太鼓がになっています。三浦太鼓店さんで太鼓を購入させていただいてから、うちの演奏もおかげさまで幅も広がり、多分クオリティも、上がり、おかげさまでプロとして飛び出して充実した生活ができています。これからもですね、三浦太鼓店さんにいただいた太鼓の音をもっともっと自分たちでうまく引き出して、いい演奏ができるように僕たち自身精進していきたいと思っています。またお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。名古屋ドームに隣接しているホール、ここで三浦太鼓店が制作した和太鼓を使って SAI による公演が行われました。和太鼓祭ライブイン名古屋、この会場に6代目八一三浦和也さんが駆けつけてくれたそうです。和太鼓祭、初めての関東以外での単独ライブは大盛況でした。チケット買って見に来てくださって、でしかもその後終わった後にお願いしてないんですけれども、片付けを一緒に手伝ってくださって、メンテナンスといいますかチェックもしっかりしてくださって、本当にアフターフォローまでしていただいてます。もう自分の子供を見に行くみたいな感じです。太鼓がもうそれだけですね。僕はやっぱりその自分が作り出したものが気になるという、まあ親心みたいなもんで、演奏される方を見に行くのももちろんありますけども、その人の元でちゃんと活躍してくれているかなっていうのは、その音を聞きに行って安心して、よしよしと思って次の太鼓作りにつなげてます、はい、
これからの太鼓の、新しい可能性っていうか、まあ、伝統芸能は伝統芸能でありますけど、今やってるその創作系と言われる人たちがこれから100年、200年、経って、それが新たな伝統として認められるような、文化になっていけたら、いけたらっていうか、まあ、そうじゃないと多分僕らの太鼓和太鼓っていう業界のこの先の将来もないのかなっていうのは思いますんで、非常にその今現代でもうナウでこう戦ってくださっている方々っていうのは、非常に自分たちとしても、なんていうのかな、ありがたいし、そういう方々がね、それこそプロで頑張ってくださるっていう方々が、出てきてくださるっていうのはすごく嬉しいことなので、もうそれに自分たちとして本当に期待に応えるというか、その思いに少しでも、ね、自分とこの太鼓が役に立てるようなものをますますと作っていかないといけないのかなっていう、背中を押される感じで、はい、やっぱり自分が作った太鼓 の何に一番自信を持ってるか、何を一番届けたいかっていうのは、その僕らが、まあ、経営理念でも掲げてるんですけど、我々は生きた和太鼓の音を届けますっていう言葉があるんですけど、その太鼓の本質ってやっぱりたった一発 その生きた音の曲だと思っていて、いや、その届けたいのはそのたった一発の音なんですね。だからそれがあるからこそ多くの方々に届くし、メッセージが伝わる楽器なんだよっていうのをやっぱり伝えていきたいと思ってるし、そういう音作りに自信を持っていくし、ありがとうございました。まさに達人ですね。伝統芸能としての和太鼓だけではなく、ライブなどで叩く創作系和太鼓を演奏家のリクエストに応えて制作してくれる三浦太鼓店、全国のアーティストからこんな音を奏でたい、こんな用途で使いたい、たくさんの声が届いています。我が町自慢の達人、放送エリアの市区町村をたくさんご紹介します。お楽しみに。